しっかり王道のキラーサウンドです。はい、キラーのファシストというモデル、うん、まあ、いろんな価格帯のものがあるんですけど、はい、中でも割とお求めやすい価格帯の、以前 KG サーペントというモデルがあったんですけど、はい、まあ、それの後継機というかフロイドローズがアームアップできるような仕様になっていたり、うん、あとまあボディの材の取り方が若干変わっていたりとか、はい、というようないろいろ変更点がアップグレードしてますという、どうですか、あの触り心地、まず、まあ、ネックも程よく厚みがあって、あの僕は握りやすいですし、これか、ここのカットがね、うん、絶妙な気がしますね。こう抱え込んで引いた時に確かに肘がうまいことこう斜めになる、そのデザインを直線的なデザインでまとめているという、うん、そうなんですよね。なんか普通アーチが多いじゃないですか、うんうん、ここから直線でこうなってるんですけどね、結構絶妙なんですよね、その感じが。あと単純に見た目がかっこいいというのもありますけど、うん、かっこいいですよね。割とだからここがピックアップのすぐ際のとこからカットになってるんで、このラインも美しいですし、あの抱え込んだ感じも絶妙です。
で、まあキラーといえばディープジョイント、はい、普通に見るとまあこういう4点止めなんですけど、実は、ネックの先がフロントピックアップの下まで伸びていて、うん、でそのボディの表側から実はもう1本ボルトが入っているという、うん、こう入ってるんですね。だから合計5点で止めているというというところで、普通のボルトに比べて接合面積が大きくて、うん、ブレない、うんということなんですけど、どうですか振動面に関して。振動面はね、やっぱり ここで鳴った弦の震えがやっぱネックにしっかり伝わってるなっていう感じは、ちょっとこうハードに弾いた時とかより一層わかりますね。サステインとかにも関係するんでしょうし。でピックアップはキラーのオリジナルが載ってるんですが、うん、はい、なんか割とキャラクター濃い感じですか。濃いですね。バランスよく出てるかっていうとそうじゃないと思うんですけど、うん、必ずしもそのバランスよく出てればいい音っていうわけでもないので、割とハイからミッドが強い。そうですね、すごく特徴的なピックアップで、うん、あんまりこうチューニングを下げて重低音ドカーンというよりは、うん、リードを弾いてちゃんと前に出たい人向きかなと聞いていて思ったんですけど、うんうん、だからなんかこのギターに合わせた音作りをこうアンプとかでね作っていくのもまた楽しいんじゃないかなと思いますね。あと和田さん、さっきカチャ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 やってましたけど、カチャカチャ、あのこれキルスイッチではなくダイレクトスイッチということで、うん、要はボリュームがどの位置にあっても、うん、それをオンにするとフルボリュームになるという、うん、こう音色でね、ちょっとボリューム絞ってクランチで弾いていきなりドッカーンみたいなことができるってことですよね。割と暗いところで見ると普通にダークなブラック系の潰しかなと思ったら、はい、割とこの照明の当たり加減によってかなりラメの見え方が、うん、これすごいですよね。要は今こっち下が黒くて今めちゃめちゃ光ってますね、うん、いやステージ映えってことでとっても大事だと思います。こういうのは